まあ、選挙応援に行った稲田防衛大臣の発言をめぐってね、大騒動になっております。さあ、今朝のコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。佐藤さんが表現するところ、なんか感じ悪いよねっていうことを最初におっしゃいました。なんか全体通じてね、一つ一つのことがどれだけ大きいか分かんないけども、嫌な感じと。みんな含めて、家計問題も含め、森友も含め、嫌な感じって。嫌な感じ。だって稲田さんのやつでね、選挙で、行ったら口滑ることあるから、まずったと思ったらすぐに防衛省に戻って、緊急記者会見をやって、先ほど、応援で私こういうことを言いましたけども、これは不規則発言ですと、その場で思わずポロッと漏れたんで、これはもう私大臣としてあるまじき発言でしたと、それですから、防衛大臣として、それから自衛隊としてっていう部分に関しては撤回しますと、お詫び申し上げますと言ったら、翌日の一面には出ますよ、こんなこと言ったと、しかしその先誰も攻撃してないですよ、謝ってるものを攻撃するってことにはならないですから、要するにきちんとした説明、そして賭け問題についても佐藤さんは安倍総理は正直でないとこうおっしゃってる。いや、要するに賭け問題ってね、うんと乱暴に言うと、違法行為があったかどうかっていうことでまず判断すると、多分ないと思うんですよ。ない、みんな言ってます、ね、岩盤規制みたいなのがあると、そこでやるんだけど、なんか文科省横になって動かないから、お友達の政治家を使って、それが総理大臣で、そっからうわーって言ってもらったら急に動き出したって、ここだけの話はよくある話でも問題はね、そういう雰囲気はみんな感じ取ってるわけですよ。そう、問題はそれだったら実はこうこうこういうことなんですっていうことを淡々と言えばいいのに、何も問題ない、私は関与してないみたいなこと言って、次々文書も最初はないと、怪文書みたいなものだとか、政府の首脳がいると、そういうものどんどん出てくるでしょ。こんなことで嘘をつくんだったら、後ろにどんな嘘が隠れてるかってみんな思うじゃないですか。むしろね、痛くもない話、それでどうも、探ってみたこと何にも出てこないと、そしたら残るのは嫌な感じだけですよね。なんか嫌な感じってそれでね、みんな言ってるんですけど、面白いのはね、官房長官が毎日夕方会見するでしょ、と何か質問すると、いや何の問題もないって必ず言って、言葉は今流行り言葉になりつつある。何の問題でもない、流行語大賞かなんか、流行語大賞かな。でそれで